ヤギハルくん、こんばんいっぱい、どうだーい。はい、グーチョキパー、グーチョキパー、ヤギハラです。はい、どうもヤギハラです。今日も遊戯王カードの開封をしていきたいと思います。今日開封するのは、ついに来ました。レアルティコロちゃん。やべえ、テンション上がるぜ。はい、レアティコレクションですね。20周年アニバーサリーエディションの発売日。そう、今日は2月10日です。の発売日です。で、まあ予約してたので1泊手に入りました。はい。で、それと、店頭在庫で7パックだけあったんで、なんで7パックってなりますけど、7パックだけあって、買って、もう我慢できずに開けちゃいました。いや、子供か、みたいな、ってなりますけどね。は、開けちゃいました。というわけで、今日はレアリティコレクションの開封をしていきたいと思います。とりあえず先にじゃあ開封してきたやつだけ紹介しましょうかね。まず神栓、神の宣告、通告ですね。いやー、これ持ってなかったんで、カードするのも嬉しいですね。ウルトラでめっちゃ嬉しいです。神通が2枚、これデッキサイですね。多分ミラクルコンタクト、ナイトエクスプレスナイト、いや、ナイトがダブル、ブレイズマンですね。タツノコ、ユニゾンビ、オープドラグーン、ガメシール。怪獣もですね、やっぱりこう光る怪獣が少なかったんで、こういう光る怪獣、スーパーですけど、光る怪獣が出ると嬉しいですね。デッキ採用ですね、これも多分。と、命削りの宝札。なんだこれ、なんて読むっけ。コールドドラゴン、はい。おー、サイレントマジシャン。かっこいい。綺麗ですね、サイレントマジシャン。ヌトス。これも持ってなかったです。好きなんで欲しかったんですけど、当たってよかった。はい。コズミックサイクロン。ジェネティクス・ウンディーヌ。ウンディーヌ？ウンディーヌでした。はい。けど結構かぶりますね。50種類でしたっけ？希望、ホープドラグーン。はい。スキードレ。命削り。オレイカルコスの結界。ワンダーマジシャン。オロマイもう持ってなかったんですよ、あれを。ノーマルしか持ってなかったんで、めっちゃ嬉しいですね。デッキサイズ。左上の大将、ガメシエール。いいね。芝刈り。バトレイン。来た。こっからコレクター枠ですね。オネスティオネス。まあ、まあ別にいらないけど、とりあえず当たったからいいかなって感じですね。と、これもコレクター。スターシップギャラクシートマホーク。まあ、これも何とも言えない感じですけど、こっちは、はい。エクストラシックですね。エクストラシークレット。見えますかね。キメラテックメガフリートドラゴンです。これ新規カードですね。今回新規カードがブラマジと、あ、違う違う、ブラマジじゃない、竜騎士ブラックマジシャンとキメラティックと、オットアイズなんちゃらですかね。で、これが当たったんで嬉しいですね。本当は、まあ、竜騎士欲しかったですけど、まあ、全然当たっただけで嬉しいです。意外に7パックでコレクター2枚とエクストラシークレットが当たるってことは結構いいかなと思いました。はい。では、続いて箱の開封に行きたいと思います。もちろん狙うのはオルタナとウララウサギと、竜騎士ブラックマジシャン。ここら辺が当たってくれると嬉しいですね。はい。あと持ってないカードいっぱいあるんで、そちらも嬉しいですね。当たってくれたら。いや、レアコレ自体が、ちょうど私が遊戯を始めたのが2017年の秋なんで、前のレアコレは全然知らないんですよ。なんで今回初レアコレの開封となります。ちなみに、ホログラフティック、さすがに噛みます。ホログラフティック、ホログラフィックレアが1種類。これがオルタナティブですね。で、エクストラシークレットが5種類。アルティメットが5種類。ウルトラが10種類。スーパーが3種類。全51種類ですね。です。いやー、楽しみやな。めっちゃ楽しい。けど、この箱高いっすよね。1パック300円するから、15パックで4500円とか高いな。あ、この箱もめっちゃかっこいい。マジ遊戯王って感じ。レアコレの箱かっこいいっすよね。いや、この前が金色やったんですかね。金色より全然、これもこっちの方がかっこいい。はい。
では1枚ずつせっかくなんでゆっくり見ていきます。はあ、さて何が当たりますかね。楽しみ楽しみ。はい、マクロコルコルマス、マクロコスモス、はい、ランクアップマジックですね。あ、ワンダーマジャンかぶっちゃった。せい、お、アルティマヤ、ツオールキン、うん、ツオールキン初めて見たのか、初めて見るカードがいっぱいですね。いやいや、これもっと買いたいですけど、どうなんですかね、在庫とかあるんですかね。結構自分が住んでるの田舎の方なんで。あ、オロマイ来た、いいね。オロマイ、オメガ、サイフレームロードオメガ、ブレイズマン。あ、白雪来た、いいね。白雪欲しかったんですよ、ずっと。ノーマルでも高えなと思ってたんですけど、うわ、ウルトラ再録めっちゃ嬉しい。やば、白雪半端ねえな。はい、やべえ、めっちゃテンション上がるぜ。ふわ、テンション上がるぜ。へい、打天使、イッシュタム、ナイトエクスプレスナイト、ミラクルコンタクト、おお、ティマヨスのマナコ、いいっすね。いいよ。ああ、なんかどんどん、おー、チキンレース、チキンレースも持ってないんですよね。持ってなかったから嬉しい。あ、ちょっと待って、コレクターズかな、後ろ光ってる特急ハイレ、ナレキンゴブリン、ナレキンゴブリンも嬉しいっすね。ずっとノーマルしかないのかな。まあこれ自分が昔遊戯王やってた頃からあるカードなんで嬉しいです。さあ、いきますよ。え、おお、強欲で貪欲のツボ、いいっすね、コレクターズ、いいいい、めっちゃいい。うん、いいいいいいっすよ、いい感じ。あ、こっち置いとこう。コレクターズレアとアルティメットレアってあんま変わんないような気するんですけど、なんか素人っぽい発言ですけど、いや、まあどっちも綺麗だからいいっすよね、全然。はい、オメガ、オロマイ、オロマイめっちゃ当たるな。ダイガスターエメナル、うー、はい、おう、ゾルキン、いいよ。買いたい買いたい、もう一、どうなんだろう、高騰してくるんですかね、このパックも。あ、はいはい、ギャラクシートマホーク、コズミックサイクロン、おお、ヌトス、さあ何でしょうか。あ、白雪、いいね、いいよ白雪。あ、白雪嬉しいわ、いいっすね白雪。はあ、お金がもっとあればな、お金がもっとあれば大量に買うんですけどね。しかも全部光ってるっていいっすね。マクロコスモス、デュラン、うん、一つボクシエクシーズか、いいな。ツインツイスター、はい、あー、ティマイオス、いいよいいよ。クソテンション上がる。おい、超弦の魔術師、あ、これはなんか持ってたような気するな。イシュタム、ブレイズマンからのペッ、ん、あー、フレッシア、あ、敷くかこれ、フレッシアの高悪魔、これどうなんですかね、高いのかな、どうなんだろう、フレッシアってわかんないけど、うん、女の子めっちゃおるわ、めっちゃ可愛い女の子いっぱいおるわ。ヘイフェ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 イ、いきますよ次。あ、けどまだ全然出てないな。コレクターズが2枚、エリーフが1枚の宿枠が2枚ですかね。はい、オレイカルクス、ブレイクソード、ワンダーマジシャンの、はい、お、ハーピー、いいね、ハーピーも持ってないんですよね。あ、韓国版しか持ってなくて、ハーピーいいっすね、ハーピーも、いいよいいよ。いいっすよ。はい、ランクアップマジック、お、後ろコレクターズかな。はい、ナイトちゃん、ミラクルコンタクトからの、はい、おお、え、かぶってね、あ、これレリーフか、あー、なるほど、レリー枠か、かぶっちゃったな。コレクターズとレリーフで1枚ずつ当てちゃった。あ、なんか、ちょっと残念、ちょっと残念ですね。もっと別のカードが欲しかった。
はい、あ、まだまだいいよ。イシュタム、ブレイクソード、超弦の魔術師からの、はい、あ、さくらちゃん持ってなかったんですよ、誘発系のカード。いいですね。いいよいいよ。まあ、さくらちゃんはこっちに置いとこうかな。いいっすよ、めっちゃやば、マジ楽しいわ。はい、オメガちゃん、ツインツイスター、ティラハンからの、うん、かぶりやないかい、お前。いや、お前か、キメラティックメガフリートドラゴン、かぶり2枚目やん。まあいいか、まあ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 いいっすね。これ高いのかな、こいつ。うわ、紫やけん、あれかなと思ったら、ブラックマジシャンかなと思ったんですけどね。はい。マクロコスモス、ダイガスタエメラル。おぉ来た、クリスタルウィングシンクラドラゴン、これ持ってなかったんですよ。やば、え、超嬉しい。超嬉しい。半端ねえ。え、くそ、感動が半端ないですね、これ。やばいやばいやばい。めっちゃ嬉しいわ。いいよ。足ばっかりですね。あ、コレクターズが見えてる。スキドレ。さ、なんだ。うわ、白雪のコレクターズ。やば。やばい、声がでかくなってる。嬉しい。おぉ、やべ。クソやばい。クソテンション半端ねえわ。あ、オロマイ。オロマイ何枚出るねん。ワンダーマジシャン、オレイカルコス、はい。あ、ハピー、いいね。いいっすよ。え、ちょっと待って、めっちゃテンション上がるわ。ちょっとまとめますかね。はい。はい、今回当たったカードの紹介をしていきたいと思います。バトレインが2枚ですね。超弦の魔術師が2枚。白雪ちゃんが2枚。桜ちゃん1枚。ナイトエクスプレスナイトが2枚。イシュタムちゃんが3枚。ブレイズマンちゃんが2枚。ヌトスさんが1枚。アナマジシャンちゃんが3枚。クリスタルウィングシンクロドラゴンが1枚。ウェイ。ツオロキン1枚。オメガちゃん、ちゃん？オメガくん3枚。あー、ツオロキン2枚ですね。トマホーク1枚。ダイガスエナメルが2枚。ブレイクソードが2枚。デュラハン。あ、デュラハンいいっすね。2枚。マクロコスモスが3枚。いらねえ。スキドリー1枚。チキンです。一応、ナリキンゴブリン、いいですね。ナリキンゴブリンいいですね、やっぱ。あ、なんか、絵がいいわ、やっぱ昔のって感じ。はい、1枚。ツインツスター1枚。シバカジ1枚。ティマイオスが2枚。コズミックサイクロン1枚。オロマイが3枚。ランクアップマジックが3枚。オルカルコス、オレイカルコスの結界が2枚。ハーピーが2枚。ミレーナ、ミラクルコンタクトが2枚。のツインツスターが1枚。あれ、ツインツスター2枚だったかな。で、今回が、コレクター枠が、2枚が、ゴードンと、白雪ちゃん。あ、白雪ちゃんの宿はやばいっすね。いや、コレクター、やべえわ。宿枠が、これですね。ゴードン。ちょっと被っちゃいましたけど。まあ、まあ、いっかな。はい。で、宿が、フレシアの小悪魔ですね。まあ、いいのかな、これ。まあ、可愛いからいっか。で、エクス、はい、エクストラシークレット枠が、キメラティックメガフリートドラゴンですね。ちょっとこれ前開けたやつと被っちゃったんですけど、残念っすね。まあ残念っすね。まあブラックマジシャンが良かったなって感じですね、正直言えば。まあいっか、とりあえず新規カードがまた新しく手に入ったんでいいかなって感じです。はい、それではまた買えるならちょっと買って挑戦したいですね、もう一回。はい、って感じで今日の動画はこれで終わりです。結構満足、大満足の結果です。グッド。じゃあまた次の動画で会いましょう。グッド。じゃあね。